皆さんこんにちは。インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですねちょっと遅くなりましたが、先月に、発表しました、キーワードの方をですねまとめて振り返る日なんですが、こちらをまずご覧ください。はい、弊社が主催していますネットビジネス研究所という、まあ、有料の会員制の SNS というのがあるんですけど、この中で、まあ、2009年1月1日より1日も欠かすことなくキーワード分析を会員向けに公開してきました。これは入りたい方は、デイリー会員というものに入っていただくと月3000円、まあ、1日計算すると1日100円で学べるっていうですね、いろんなキーワードを学べるっていう、まあ、制度があるんですけど、この SNS の特徴は、またあのブログに書いておきますので、見とっていただきたいんですが、その中の11月分の内容を見せちゃうと、もうね、会員にならなくていいので、内容ではなくて、キーワードの方を今日は紹介するということで、1ヶ月に1回まとめて紹介しています。では、早速ですが、ご覧いただきたいと思います。こちらちょっと読んでおいてくださいね。こんな感じです。はい、まず11月30日からちょっと1ヶ月振り返りますが、喉イガイガという、これ、ね、いわゆる、その、音声検索と言われるものですね。スマートフォンで音声検索が増えたことによって、まあ、こういう擬音語、擬態語っていう検索が僕は増えてると思ってるんですね。で、これも、喉イガイガなんていうの言葉なんだけど、検索数も1万超えていて、スマホ率も8割超えてるっていうキーワードなんですよね。なので、まあ、こういった言葉を知っているんであれば、当然ですね、SEO 対策するときのキーワード、変わってくるよねっていうことですよね。はい、では続いて見ていきたいと思いますが、次ですね、こちらです。頭皮臭いと。もう次も出ちゃいましたが、頭皮臭いっていうですね、ワードがあるんですけど、これちょっと今月は、少しね、2ワード、複数ワードっていうものもやってみてるんですけど、複数ワードにした場合は、どうしても検索数が少なくなってしまうんですね。1万回を切ってしまうことがあるんですが、1万回を切っていなくて、スマホ率が例えば8割以上で、そしてクリック単価も高いものがある。クリック単価も100円以上のもの、3桁のものがあるんであれば、それを紹介しようということで、載せているものなので、これもですね、超えてるっていうことなんですね。頭皮臭いっていうキーワードです。確かにこれ、頭皮っていうキーワードよりも、悩みは深い気はしますよね。で、これも、やっぱり、形容詞なわけですよ。なので、スマートフォンだと、こういうようなキーワードが出てくるんですよね。で、これ、パソコンだったら、頭皮消臭とかですね、頭皮、まあ、で、なんかね、頭皮臭とかわかんないけど、そういう感じなんですけど、やっぱ形容詞を入れてくるっていうのが、スマホの特徴かなと僕は思っています。はい、続きまして、同じように臭いっていうもので出てきたのが、こちらですね。足臭いということで、これもやっぱり検索数が1万を超えていてですね、スマホ率も8割を超えてるんですが、これがちょっと面白かったのは、その、検索数のピークっていうのがあるんですよね。で、このピークっていうものが、意外な月がピークになっていて、ちょっとこの辺はね、分析してみると面白いかなということで、解説させていただいたんですけどね。はい、続きましてこちらです。占い師っていう、まあ、商売というか職業ありますけど、これは意外になかなか面白かったですね。その3つの条件、検索数とクリック単価とスマホ率っていうのは全部クリアしているわけなんですけど、じゃあ占い師っていう人を、が集客するにはどうしたらいいかってことをですね、ちょっと分析してみると、なかなか面白いかなということで、紹介いたしました。はい、そしてですね、データマースリーランキング2017年10月、Yahoo のやつですね、これまあ毎月発表してるもんですけど、これがありまして、行き過ぎた。はい、次です。Yahoo 新設カテゴリー。まあ、これは毎月お話してますように、新設カテゴリーが増えたら、新しい市場が生まれてるっていうことで紹介しているものなんですが、この新設カテゴリーがね、最近増えなくなって、もう Yahoo もね、来年3月でサービスやめちゃうので、あんまりやる気がなくてですね、なんか、もう本当に絶対大事なものぐらいしかカテゴリー追加しなくなってるんですけど、まあそんな中でも紹介したものがありますということですね。で、続いてはこちら、ZOZO です。ZOZO タウンが、
今回ですね、ZOZO っていう新しいブランドを作っていく、ZOZO スーツっていうものを無料配布して、でそれをもとにですね、ZOZO という新しいブランドを作っていくんだっていうことがあって、結構ユニクロとぶつかってくるんじゃないかなというふうに思うんですけど、でこの ZOZO っていう言葉は多分 ZOZO タウンのブランドワードで、他の人は多分使ってることは少ないと思うんですよね。でこの数をちょっとウォッチした方がいいかなと思いまして、今回ですね、記録用として撮っていました。これが、これからですね、ZOZO タウンの展開の中で検索数がどうやって増えていくかとか、見ていきたいなというふうに思っています。ちなみに ZOZO タウンっていうキーワードは、検索数100万回のキーワードなんで、かなりすごいブランドというか、市場になったなということで、カタカナの ZOZO タウンの方が多いんですけどね、カタカナは224万回で、そうですよ。すごいですね。はい、続いてこちらです。悩み。これですね、悩みっていうのをなんで、入れたかっていうとですね、意外にこれもね、3条件クリアしているんですが、みんなどんな悩みがあるんだろうって、もう僕もいろんなキーワードを、抽出してきたんですけど、なんかもうね、悩み全部出し尽くしたかなと思って、で、いろんな悩みをね、今まで紹介してきたんですけど、もう出尽くしたかなと思って、最後に悩みって検索したらどんな悩みのが出てくるのかなと思って調べてみたら、これも実は条件クリアしてたということで、でさらにはですね、その時にまた面白いものを見つけたりしたのを紹介させていただきました。はい、続いてはですね、こちらです。出会い系アプリです。今ですね、いわゆる結婚相談所みたいなものではなくて、自分たちでアプリで登録してですね、出会いを作っていくみたいなものがすごいたくさん増えていて、その中のメインのサービスっていうのを今回紹介しました。見ていくとですね、結構それぞれもブランドができていて、10いくつあるんですけど、こういう出会い系アプリっていうのが結構ね、市場を取っているんですね。で、こう新しい結婚相談所ではない、合コンでもない、お見合いでもない、スタンスっていうかね、場所ができていってるんだなっていうことと、あと SNS の普及によってそういうものとの組み合わせをどうしなきゃいけないかってことはちょっと考えさせられますねという話でした。はい、続きましてこちらです。これ最近ちょっと気に入っているアプリなんですけど、トツキトーカっていうアプリとコウノトリってアプリあります。これ同じ会社がやっているアプリの名前なんですけど、なかなかこの会社のビジネスモデルが面白いです。こういうような視点に立っていくと、またいろんなものが見えてくるかなということで、分析しているんですけど、こういうこともですね、会員向けにビジネスモデルの紹介ですね、もしております。はい、続きましては、自己破産という言葉です。これはもうね、悩みは深いような気がして、もう当然なんですけど、自己破産って面白くて、スマホ率が低いんですよ。で、自己破産っていうしそうな人とか、苦しい人って、もしかしたらもうスマホ持ってないかなと思ったりして、で、じゃあパソコンあるんかって話なんだけど、スマホ率がちょっと意外に低くて、パソコンで探してる人が多くてですね、ちょっとびっくりしましたが、こういうものも紹介しました。はい、そして、楽天キーワードランキングですね、これ毎月、1回出していますが、今はですね、リアルタイムに変わるようになりましたから、これ本当はね、毎日ね、撮っていった方がいいなと思うんですけどね、面白いですね。はい、そして新設カテゴリーがありまして、今年の流行語になったインスタ映えの中の代表的なもので、ナイトプールっていうのがありまして、これもちょっと数調べておこうと思いまして、調べて分析してみたら、やっぱり3条件クリアしていました。ということで、特にですね、この1年の伸びがすごくてですね、で来年このナイトプールっていうものがどういうふうに進化するのか、もしくはブームが去るのか、ちょっと気になるなということで調べておきました。はい、続いてはこちらです。盲腸症状っていうものなんですけど、これ盲腸っていうような言葉は、盲腸をね、手術するときに盲腸というふうには検索するかもしれないんだけど、この症状まで入れても、その3条件クリアしてるんですね。で、この、こういう、なんていうのかな、症状っていうものが仮に3条件クリアする国に入ってきたんであれば、もう他のものも全部そうだってことですよね。例えば、風邪症状とか、腰痛症状とかっていうのも、症状っていう言葉が一つ、キーになるっていうことがわかるので、そうするとそれで、
横展開していくこともできますよね。なので、その自分の業界だけではなくて、他の業界の勉強しておくってことは、実はですね、こういう横展開の時に結構使えるんですよね。はい、続きましてはこちらですね、食当たりというものです。はい、確かにですね、食当たりっていうものがあるんですけど、これですね、調べたのが11月15日だったんですけど、もしかして今検索してみたらどうなるのかな。ここに出てたものは、キュレーションサイトが出てたんですけど、今、キュレーションサイトが軒並みね、落ちていってるので、どのぐらいこのキュレーションサイトがね、残っていくかっていうことが注目なんですよね。その辺も今回も3条件クリアしてるんですけど、チェックしてみました。はい、続きましてはこちら、失恋という言葉です。これ失恋という言葉を検索している人の、なんていうんですかね、気持ちっていうのはよくわからないんですけど、これも条件クリアして、3条件クリアしてるんですが、面白いですね。で、ここからどうやってビジネスにつなげるかっていうことを、考えてみても面白いと思いますので、まあ、その辺をね、参考になるかなと思います。はい、続いてこちらです。肩こりは一般的ですけど、首こりという言葉があるということで、調べてみました。これは意外にね、盲点かなって気がしてるんですね。まあ、肩こりってみんな思いつくキーワードなんだけど、首も凝るんだと。じゃあ、首が凝るんだったら別のとこも凝るんじゃないのっていうふうに考えてみると、また横転化できるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい、続いてこちらですね。Yahoo プロモーション広告2017年10月に検索されるキーワード。これ毎月発表になっています。これかなり重要で、過去のね、履歴も全部見ることできるんですけど、同じ12月でも去年、おととしの12月で、どういうワードを Yahoo さんがピックアップしてるかっていうことは、データとして持っておくと結構役立つと思いますね。はい、続きまして、こちらですね、新設カテゴリーが来まして、続いては告白という言葉。はい、告白っていう言葉が、まあ、調べてみたんですけど、これも実は条件をクリアしてるんですが、キュレーションメディアがですね、また入ってたんですね。今どうなんだろうな。これは健康系じゃないから、まだ大丈夫かな。そうですね。この辺はまだ、Google のペナルティー食らってないジャンルなんですけど、面白いですね。いろんな言葉がありますね。はい、続いてはこちらです。マットレスという。これなんでマットレスを調べたかっていうことなんですけど、これは今、Google マップ集客っていうことについて、僕もですね、セミナーを行うでありましたが、Google マップ集客の中でマットレスって言葉が結構大事だったんですね。で、それで調べたものでした。どういうものかは、Google マップセミナーの、ビデオを見てもらえばわかります。はい、続いてこちらです。唇腫れとかですね、このような唇だけじゃなくて、腫れってつけているものでも、割と検索数が多くて3条件クリアしているとかっていうものは面白いですね。今年はまあクリスマスシーズンなので、まあ、クリスマスデート、クリスマスコフレみたいなのも、調べてみました。あとは、Google トレンドですね。これは毎月1ヶ月ごとにまとめていますが、1日ごとに発表されるんですけど、これアーカイブがないので、結構僕はこのアーカイブ何年も持ってるので、これは強いかなって気がしています。はい、そしてふくらはぎですね。ふくらはぎについても結構これポイントが高くて3条件クリアしたりしてるんですよね。これ意外なんですけど、しかも検索数がここ数年ずっと伸びてるんですよね。とかですね、ライダースっていう言葉、これもですね、ピークはいつに来るかっていうことを、ポイントで見てみると面白いかなっていう気がしています。はい、そして最後ですね、ファーストキャビンという言葉です。このような新しいですね、ホテルでもない、カプセルホテルでもないファーストキャビンっていう言葉が出てきて、これもですね、非常に面白いのは、スマホ率なんですよね。こういうような市場って、キーワードの検索数が変な検索率が変な感じになっているのって、実は僕は結構面白い市場かなと思ってるんですね。などなど、紹介いたしました。詳しいのをね、知りたいって方は、ぜひですね、デイリー会の方に申し込んでいただければ、過去の部分も含めて3000ワード調べることができます。インスパイアの北でした。ありがとうございました。バイバイ。